こんにちは、群馬の八花ギフトの浅野香織です。開花に従って花弁縁の色は幅、色のついている部分の幅が細くなっていきます。八重咲きで花弁に緩いんですけれども大きなウェーブが入っています。花弁に占める汁の分量が多く、ピンク、ブルーの区別は花弁縁の発色だけで判断します。外側の装飾花から咲き始めます。中央の中性花は咲きませんが、外側の花が大きくなっていって次第に全体を埋めていってドーム型になります。全体的な大きさは小型から中型に分類されるかと思います。10円にした場合はやや横に広がるような、あまり背丈の大きくならない樹形になるかと思われます。この形がとても優美な感じで、大きなウェーブがついているので、私個人的にはとても好きなアジサイでした。こちらはブルーですが、本当はピンクもあります。ピンクも同じような発色の仕方になりまして、その色のついている部分というのがこの花弁の縁のところだけなので、ちょっと判別がしにくいかもしれません